ブランドン・モレノは、メキシコの男性総合格闘家。バハカリフォルニア州、ティフアナ出身。エントラム、ジム、バンムエータイ、チームエレベーション所属。現 UFC 世界フライ級王者。メキシコ人史上初の UFC 世界王者。メキシコのティフアナで生まれ育つ。12歳からダイエットのために、エントラムジムに入会し総合格闘技のトレーニングを、始めた。その後、 法科大学院に入学し、弁護士を目指したが、総合格闘家になることを決意し大学院を中退した。2011年、メキシコで、プロ総合格闘技デビュー。2016年、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン24に出場。最下位の、第16シードにランクされ、ジョセフ・ベナビデス率いるチーム、ベナビデスに所属。フライ級トーナメント1回戦で、 1> 第1シードのアレッシャンドリ・パントージャと対戦し、判定負けで敗退した。2016年10月1日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ディナッカー VS ドットソンで、ルイス・スモルカと対戦。試合前のオッズでは5倍近く差がつき、圧倒的不利の予想だったが、下馬評を覆して、ギロチンチョークで 1R1 本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。 2017年4月22日、UFC ファイトナイト、スワンソン VS、ロバブでフライ級ランキング9位のダスティン・オーティスト、対戦し、リアネーキドチョークでにアールテクニカル一本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2017年8月5日、UFC ファイトナイト、ペティス VS、モレーノで、フライ級ランキング6位のセルジオ・ペティスと対戦し、 0から3の5はある判定負け。2018年5月19日、UFC ファイトナイト、マイア・ブイエス、ウスマンでフライ級ランキング12位のアレッシャンドリ、パントージャと対戦し、0から3の判定負け。2連敗となり、UFC からリリースされた。2019年6月7日、ルファ69のルファフライ級王座決定戦で、マイケル・ペレスと対戦し、パウンドで4四個勝ち。 大座獲得に成功した。2019年9月21日、UFC 復帰戦となった UFC ファイトナイト、ロドリーゲス VS、ステファンズで、アスカル・アスカルフと対戦し、1から1の判定ドロー。海外の MMA メディアサイトの採点では13人中12人の記者がモレノの勝利を支持した。2019年12月14日、 UFC245 でフライ級ランキング6位のカイカライコールフランスと対戦し、3から0の判定勝ち。2020年3月14日、UFC ファイトナイト、DVS、オリベーラでフライ級ランキング3位のジュシー・ホルミーガと対戦し、3から0の判定勝ち。2020年11月21日、UFC255 でフライ級ランキング6位の ブランドン・ロイバルと対戦し、パウンドで一子勝ち。2020年12月12日、UFC256 の UFC 世界フライ級タイトルマッチで王者デイブソン・フィゲーレードに挑戦。驚異的な粘りを見せ、テイクダウンを奪うなど前線したものの例から一の五、R 判定ドロー。王座獲得に失敗したものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 試合後記者会見で UFC 代表のダナホワイトはフライ級史上最高の試合だったとこの試合を称賛した。UFC 世界王座獲得2021年6月12日 UFC263 の UFC 世界フライ級タイトルマッチで王者デイブソンフィゲイレードにダイレクトリマッチで挑戦。1R から左ジャブでダウンを奪うなどフィゲイレードを圧倒し、 3R にテイクダウンからバックを奪い、リアネーキドチョークで一本勝ち、メキシコ人史上初となる王座獲得に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。ありがとうございます。